当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて今回のお話は、皆様はメガロドンと呼ばれる巨大なサメをご存知であろうか。このサメは今から2300万年前から360万年前の前期中新世から先新世にかけて比較的温暖だった頃の海に生息していた史上最大の古代のサメだと言われ、もちろん現在では絶滅したとされているのであるが、今でも規格外の巨大なサメが世界中の海で目撃されたり、その姿が撮影されることなどがあることから、一部の専門家からメガロドンが生存しているのではないかと囁かれている。今回はこの史上最大の古代のサメメガロドンについてご紹介しよう。メガロドンの身体的特徴については諸説あるのだが、全長およそ10メートルから20メートル、原生魚類ではウバザメやジンベイザメに近い大きさであると言われている。通常サメ類は軟骨魚類であるため、その化石には歯しか残らなく、そこから推測される正確な姿形や最大のサイズは不明である。現在のサメ類のどの種に近いのか科学者によって意見が分かれるところではあるのだが、歯の化石などから肉食であることは分かっており、プランクトンを主食とするウバザメやジンベイザメなどより肉食であるホホジロザメに近いとされている。さらに化石の発見の記録から、主に世界中の温暖な海域に生息していたと考えられている。またその絶滅については、時代による海水の温度低下と餌となるクジラが寒冷な海域へと移動したことによる餌不足によるものだと言われている。次にメガロドンの目撃情報についてご紹介しよう。1918年、オーストラリアニューサウスウェールズ州ポートスティーブンス沖ブロートン島海域でロブスター漁をしていた漁師たちが、船の周辺に現れた全長およそ35メートル以上もある巨大で真っ白な体色をしたサメを目撃。やがてその巨大ザメは1トンもあるロブスター入りのカゴを丸ごと引きちぎり、海中へと姿を消した。その姿に恐怖した漁師たちはしばらく漁に出たがらなかったのだという。1927年、タヒチ・ツアモツ諸島ランギロア島沖、アメリカの作家ゼーン・グレーが息子たちと船で釣りをしていたところ、全長およそ12メートル以上もある巨大なサメを目撃。さらにその6年後の1933年にもゼーン・グレーは同じ海域で6年前に見た同じ個体と思われる巨大なサメを目撃している。グレー曰く、当初クジラだと思っていたのだが、ヒレの形がそれとは違い、頭部は丸みを帯びていたためクジラではなく、さらに体色や斑点などもなかったためジンベイザメでもないと語っている。1954年、オーストラリアサウスオーストラリア州アデレード市の港で修理中だったカッター船レイチェル・コーエン号の船体にサメだと思われる紙跡と、それに残っていた17本の巨大な歯が発見された。この紙跡の直径はおよそ2メートルを超え、そこから割り出されたそのサメの全長はおよそ24メートルにもなると推測されている。1960年、グレートバリアリーフを航行中だった漁船の乗組員たちが海面を泳ぐ巨大なサメの姿を目撃。彼らによると、その巨大ザメは船体よりはるかに大きく、全長およそ35メートル以上はあったのだという。1980年3月、オーストラリアクイーンズランドとニューサウスウェールズの沖の間の海域では、全長およそ27メートル以上もある巨大なサメがたびたび目撃されている。2008年、メキシコバハ海岸沖を漁船が航行していたところ、海中から船体に体当たりしてくる全長およそ15メートル以上もある巨大なサメの姿を同船の漁師たちが目撃。彼ら曰く、この海域では黒い悪魔と呼ばれる巨大なサメが出没し、船やクジラを襲うという噂が以前からあったのだという。2011年、静岡沖カフ岩近辺海域を操業中だった漁船の漁師22人が海面を泳ぐ全長およそ25メートル以上もある同船よりもはるかに大きな巨大なサメを目撃。
漁師たちによれば、サメの中でもホホジロザメを巨大にしたような姿形だったと語っている。2014年6月6日付の海外メディアの報道によると、ホホジロザメの生態について研究中の科学者たちが、研究対象の全長およそ 2.7 メートルのホホジロザメに位置情報を確認できるタグを装着して海に放流したところ、その4ヶ月後に放流した場所からおよそ3キロ離れた海岸にタグだけが流れ着いたのだという。そのタグを調べてみると、タグを装着していたホホジロザメは急に体温を上げ、580メートルもの深海に潜っていたことが判明した。これが何を意味するのかというと、このホホジロザメは他の生物に捕食され、その生物の消化器官の中にいたことを示しているのだという。次に画像や映像で見るメガロドンについてご紹介しよう。第二次世界大戦中の1942年11月18日に南アフリカケープタウン沖で撮影されたドイツの潜水艦 U ボートが映し出されたこの写真には、そのそばに巨大ザメと思われる背びれと尾びれが映り込んでいる。専門家によると、 U ボートと海面に突き出した2つのヒレを比較したところ、このサメのサイズは全長およそ30メートルを優に超えていると指摘している。2012年11月20日ブラジル沖で海難事故によるヘリコプターでの救助活動にあたる沿岸警備隊の隊員が、救助者の周りを泳ぐ全長およそ18メートルの巨大なサメを上空のヘリから目撃。また目撃した隊員は、それはクジラではないと語っている。この写真は2013年南アフリカ沖でクジラを襲う巨大なサメの背びれを撮影したものだと言われている。その背びれのサイズがおよそ 1.8 メートルであることから、そこから割り出されるサメのサイズは全長およそ25メートルを超えるものだと推測されている。2014年4月南アフリカ沖の深海でロボットアームを使って海底の地質を調査中、アームのカメラの前を横切る巨大なサメの胸びれが偶然撮影された。海洋生物学者のコリン・ドレイクによると、このヒレの大きさから推測されるサメの全長はおよそ19メートルを超えると語っている。2016年1月オーストラリア沖でヘリコプターが海面を移動中の巨大なサメを発見。このサメはサイズがあまりにも大きかったため、近隣の海水浴場には遊泳禁止令が出された。ちなみにこのサメにはベビーメガロドンとの呼び名がついたのだという。この写真は2019年3月オーストラリアシドニー沖で引き上げられた推定100キロの巨大なアオザメの頭部なのであるが、さらに別の巨大なサメに襲われ食いちぎられた痕跡があるのだという。このアオザメは最大で全長およそ4メートルまで成長し、サメ類の中では最も高速で泳げる。このためアオザメより巨大で高速で動くことができるサメに襲われたとして、その正体としてメガロドンが候補として挙がっている。いかがだったでしょうか。史上最大の古代のサメメガロドン、その大きさこそ違えど、サメ類は古代よりその姿をほとんど変えずに生き残っておりますし、同じサメ類であるメガマウスは1976年にハワイ沖で発見されるまでその存在は謎に包まれていたという事例もあることから、未確認生物の存在に懐疑的な方々でも、古代の水生爬虫類が生き残っているというよりはまだ現実味が増すのではないでしょうか。ドロップは海で釣りをすることがあるのですが、サメはよく見かけますし、釣ったこともございます。3メートルのサメも見たことがございますが、目の前にその7倍の大きさのメガロドンのような怪物が現れたのであれば、さすがに卒倒しそうです。なんせ3メートルのサメでも相当驚きましたから。しかし世界で目撃されているメガロドンと呼ばれる巨大なサメは、本当にその種を脈々と存続してきた古代生物の末裔なのでしょうか。既存のサメが突然変異し巨大化したという可能性はないのでしょうか。単に巨大なサメのことをメガロドンと呼んでいるということはないでしょうか。その辺はやはり捕獲して調査してみないことには分かりませんよね。
皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当にいいもんですね。またお会いしましょう。